わりだ。はい、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 とどめ、終わらせる。はい、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 終わらせる。
あの子たちと出会った世界。本当にたくさんの世界が闇に飲み込まれているんだね。アクアはこの世界を知っているのかい？はい。ここを訪れた時、キーブレードを継承してもいいと思える子たちがいたんです。でもすでにテラが継承していたようなのでやめたんです。え？まさか、その子たちの名前は？確か、空と陸。なるほど。じゃあきっとここに。え？今、僕と扉を閉めようとしているのは、アクアが出会ったその二人なんだ。あの二人が？彼らがキーブレードを初めて手にしたこの地、その裏となる闇の世界側のここに、僕が探している闇のキーブレードがあるはずだ。時間がなさそうだ。急ごう。
この奥へ行ってみよう。きっとこの中だ。そのキーブレードが、これが僕の探していた鍵、闇の世界のキーブレードだ。闇の世界のキーブレード、二人が闇の扉を結ぶ、二つの鍵が扉を結ぶ、光を封じる闇への扉、光あるものを通さぬ扉。鍵はこれで揃った。あとはこちらから扉を閉じるもの。それは、光と闇を結ぶ扉は、心に光を持つ者は通れない。つまりそこから闇があふれ出しているんだ。そこを閉じるには、光と闇のキーブレードと両側から扉を閉じるものが必要なんだ。それならミッキーがキーブレードを使って、私がその間に扉を閉じます。いや、扉を閉じるものはもう決まってるんだ。あの扉が、キングダムハーツの扉。あれは、君が知っているキングダムハーツとはまた別なんだ。少し規模の小さい世界の心のキングダムハーツ。真のキングダムハーツではないけれど、このまま開いた状態にしておくと、ここから闇があふれ出して世界を覆ってしまう。この鍵と光の世界にいる空の鍵を合わせれば、扉を閉じることができる。あとはリクさえ来てくれれば。空、リク、あれは、これで揃った。アクアも一緒に。しまった。させるか。アクア、言ってください。でも、光の世界の戦いはまだ続いている。テラとミッキーの言葉でそれを知ることができた。だったら私はもう少し闇の世界にとどまろう。もし誰かが闇の世界に迷い込んだ時には力になれる。私につながる道をたどれるよう、闇を照らす光となろう。そしていつかテラとベンの元に帰る。
私はマスターアクア。心配は必要ない。アクア。綺麗。また一人か。よかった、世界が再生するのね。鍵が導く心のままに、私はここにいる。願いを口にしたいだけさ。
かすかにアクアの声が聞こえた気がした。アクアは俺を助けるために。どうしてもっと早く話してくれなかったんだ。アクアが望んだことなんだ。たとえそうでももっと早く助けに行くべきだった。俺たちにも話してほしかった。うん。まあ待てリク。王がアクアと再会した時でさえ闇の世界へ行く方法を探すのは容易ではなかった。仮に行く方法を見つけたとして、アクアを無事に助けて戻れる力を持つ者はいなかった。だから私が禁じたのだ、語ることさえな。なぜ語ることも。知れば今のようにお前や何より空が無謀に乗り込もうとしただろう。でももう準備は整った。僕とリクトでアクアを探しに行こう。ああもちろんだ。うん。ちょっと見ない間に随分変わったねリク。そうか。うん。なんだか空みたい。それ褒めてるのか。もう大人ぶるのはやめたんだ。心のままに自由でいたいと思ってる。確かに空っぽいな。でもリクはリクだよ。私も少しでも力になれればいいのですが、どうすれば。新たなキーブレード使いカイリとリアのことは魔法使いマーリンに頼んである。リア？アクセルのことだよ。彼は人間に戻って空のことも助けてくれた。心配しなくていいよ。じゃあリク、僕たちも出発しよう。まずは闇の世界への入り口を探さないと。王よ、これを持って行きなさい。三人の妖精からの贈り物を預かっている。リクと二人分、闇に対抗する新たな衣だ。ありがとうございます。さあ行こう。随分遅かったけど、何してたの？秘密。ただいま。あれ、みんなは？みんなにはそれぞれ使命があってな、先に立ってもらった。なんだよ、挨拶もなしに。空が遅かったぞ。だから挨拶もなしで別れたくなかったんだよ。遅かったぞ。そうじゃなくて。まあまあ落ち着きなさい。ん？ゼアノートを倒すには悲しみの中で眠る者を再びこの地に迎えねばならない。これは最初に話したな。今回の承認試験は目覚めの力を手に入れる旅でもあった。だが空は最後に闇に飲まれたことで新たに身につけた能力が完全ではない。さらにゼアノートの器とされかけたことでこれまで身につけた能力の多くが失われている。それは自覚しているのではないかな。大丈夫、いつものことだし。うん。リクが賢者アンセムから受け取った
心を戻す手がかりとなるデータの解析もチップとデールに頼んである。これも大きな手助けとなるであろうが、何よりゼアノートの企みを阻止するには空の力が不可欠だ。空が心のままに進むことで七人の光の守護者が揃うであろう。まずは失った力を取り戻すのが先決だ。全てを取り戻すことはできないだろうが、今回の承認試験で得ようとしていた目覚めの力だけは完全な状態にしなければならない。かつて失った力を取り戻したヒーローの元を訪ねてみるがよかろう。何かヒントが得られるかもしれん。ですね。うん。ねえ、神父様。僕たちも空と一緒に行きます。もちろんそのつもりだ。空を助けてやってくれ。ドナルド、グーフィー。空はマスターに何じゃあったし。え？まさか起きるなんてびっくりしたよね。おい、まだまだ始まるだぞ。僕たち3人で一人前だね。自分で言うなよ。仕方ないから、ついていてあげるよ。また楽しくなりそうだね。旅行じゃないんだぞ。出発だ。行ってきます。どうやって行けばいいんだ？ラフア、出発しちゃうだよ。前とは航路が変わってるみたい。イエシッド様は空が心のままに進めって言ってたよね。そうだ、どっち？それ、考えてないでしょ。考えてるよ。何も浮かばないんだよ。前に言ったことがあるんだから、その友達のことを考えてみたら。じゃあ何にも浮かばないよね。浮かぶはずないよね。神が導く心のままに。え、何それ。これまで何度か旅立つとき、イエシッド様が必ずボソッと言ってたよ。そうなの？聞いたことある？空耳だったのかな？鍵が導く心のままに。やってみるよ。よーし、オリンポス目指して出発だ。